乾忠舘の墓。乾忠舘は、江戸時代中期の土佐藩城士。土佐国旗郡代。六高は300石。板垣支流乾氏の第6代当主。家紋は、茅の内10文字。板垣退助の高祖父。土佐藩城士、乾正清の嫡男として、高知城下に生まれる。4人兄弟の長男。幼名は虎進で、通称は、金右衛門、章介と変わり、最後は、嘉助と名乗った。母は、出雲時近元の妹。1718年、土佐藩主、山内豊隆に総領おまみを命じられる。1731年9月28日、大井後少制を命じられる。1734年1月15日、御省略をもって、右役を赦免られる。1734年9月27日より1735年2月23日まで、高知城下火消し役を務める。1736年10月18日、父、正清が病死。1737年1月25日、土佐藩主、山内豊式より、防府跡目を下し行かれる。1751年7月20日、柄源を指し物の格式をもって、土佐国旗郡代、中村忠詰を命じられる。1752年3月24日、御留守居物頭を命じられ、旗郡代を赦免られる。1760年3月17日、病気につき寝返出て、御留守居物頭を命じられる。お馬回りを命じられる。1760年10月29日病死。墓は、土佐国土佐郡安曇野村板垣山の山頂にある、大々墓地に建てられた。ありがとうございます。